者モサラとつくばです。今回は F850GS の使用者のご紹介です。2018年11月16日に金曜日に発売になりました F750-850GS。 F750GS のご試乗車はもう下ろしまして皆さんに乗っていただきまして、かなり好評をいただきまして、この撮影している当日時点で初回入荷分を皆様お客様にもお渡ししました。850GS は若干その試乗車のご納入が遅れまして申し訳ございません。本日からもうこれ乗ることができますので、ぜひご堪能ください。第一印象は 850GS のその馬力ですが、実際 750GS と比べるとあります。エンジンの種類は全く同一なのですが、コンピュータ関係で仕様が違うという車両です。そしてこちらの方がオフロードにある程度特化している車両ですので、こちらコーディングプラグの装着で、それぞれこう特性を変えることができると、トラクションコントロール他の特性を変えることができるというのがまず一つ特徴です。こちらはオフロード走行のちょっと動画もちょっと考えておりますので、それである程度こうお伝えできるところは伝えていこうかと思っています。フロントタイヤがこう21インチの車両というと、オフロードですとやはりこう走破性アップにつながるのですが、ストリートですと、コーナリングではゆったりこう曲がる感じで、初めてもしオフロードバイクというか、バイク乗る方にも結構穏やかな特性というのは一つ好感が持てるところです。スイッチ関係とかは、他の車種とほぼほぼ同じものなので、1台、上級してますとほぼほぼ抵抗なく入れます。エンジンは振動入の270度クランク、爆発タイミングが270度450度で爆発するという、発動入のエンジンになります。マフラーの音もノーマルでもなかなか勇ましくて、それで所有感を沸かせます。一応こちらの新乗車は純正オプションの、HP のマフラーですね、スポーツマフラーを、組み込んで導入予定です。この撮影の後に、お互いの、変更をちょっと受けしますので、皆さんが乗られる時には HP のマフラーの使用で、ご使用いただけるということになってくると思います。グレードはこちらプレミアムラインになります。標準車高の車両ですので、身長170センチぐらいの方がまたがるとちょっとかなり足つきが厳しくなるのですが、純正オプションのローシート並びにラリーシートもちょっとご用意してますので、ご体感いただくように、今回はしておりますので、ぜひご来店の方お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。